皆さんこんにちは、エンクリプトのラーナーです。マネギンです。このチャンネルでは仮想通貨と英語について皆さんと一緒に学ぶチャンネルです。なお注意点として、私たちの情報を参考にしていただくのは嬉しいのですが、投資の際はあくまで自己責任でご判断するようお願いします。はい、今回の動画ではマーケットメイキングプロについて紹介します。横横から4月に入って10日で約8倍になった MM プロトーク、何が起こったのでしょうか。今後の可能性と注意点について紹介します。ぜひ最後までご覧ください。はい、それでは大きく4つ見ていきます。まず1つ目がニュースです。昨日 MM プロという言葉が Twitter のトレンドに入りました。その背景としては約10日間で価格が8倍に上昇したからです。なぜこのような上昇が起きたのでしょうか。そこで2つ目に、このマーケットメイキングプロのプロジェクトの特徴について何がすごいのかも確認をしていきます。このプロジェクトは B2B のプロジェクトであり、名前にマーケットメイキングと名前があるように、仮想通貨の取引所に対してボットを活用したチャートメイクのサポートを行うサービスを行っています。このビジネスは順調に拡大をしているので、資金的にですね、ある程度余裕のあるチームになっています。さらに、この特殊な B2B というビジネスの中で強みとなっているのがコネクションです。クライアントやパートナーとして、例えばバイナンスやゲート、クーコインなどの取引所も対象となっているように強いコネクションを持っています。そしてその強みを生かした独自のローンチパッドを持っていて、独自トークンである MM プロトークンをデポジットすることによって IDO や IPO に参加することができます。これまでにもクラーケンであったりビットペイなどの著名な企業の IPO も行われています。さらに今回チャートが上がった要因にもなっているのですが、なんと次に来る IPO がウォレットのユーザーの方にはおなじみだと思いますが、メタマスクに関する IPO が行われることが発表されました。補足をしますと、メタマスク自体ではなくて母体会社のコンセンシスのプレ IPO に参加する形になります。コンセンシスという会社はジョセフ・ルービーさんという方が創立者になっていて、もともとですね、イーサリアムのコーファウンダーの一人です。このコンセンシスは最近にもですね、テマセックやソフトバンクビジョンファンド、マイクロソフトなどからも資金調達を行っていて、現在の企業評価価格は約70億ドル、日本円にして8000億円程度とされています。今回のローンチパッドでは今のところリミットセールということで、最大で1ユーザーあたり1万 MM プロトークンまで参加することができるようになっています。これは下限はないので、最大で 1万トークンという値になっています。なので、例えば現在、約 0.6 ドル付近にあるので、1万トークンを用意する場合には約60万円以上の費用が必要となります。今後ですね、さらに注目の IPO があるかもしれないので、興味がある方はですね、こちらを調べていただければと思います。今回価格が急上昇した背景の一つの要因としては、この MM プロトークンのトークノミクスとしてトークン数が少ないということも関係をしている可能性があります。MM プロトークンは総量が1億トークンとなっています。なので比較的にですね、トークン数が少ないプロジェクトになっていて、しかも現在上場しているのが X はパンケーキスワップ、 CX では BKEX やサンガエクスチェンジに上場しているだけなので、今後ですね、より大きな CX 中央集権取引所に上場する可能性もあり、そうすることによってですね、より多くの投資家を引き付けられる可能性があります。さらにこのテーマ自体がプリ IPO ということで株式に関わる情報なので、仮想通貨だけではなく株に興味がある投資家も引き付けられる可能性を秘めています。そういった魅力的な点がある一方で、3つ目に注意点について解説します。マーケットメイキングプロのプロジェクトは中長期の目線のプロジェクトであるので、プリ IPO を進めていくためにもですね、時間をかけて進行していく可能性が高いです。この仕組み自体をですね、成り立たせるためにフランスの銀行と協力して進めていて、すでにクラーケンなどの参加者もですね、 KYC などの情報なども入力されていらっしゃると思うのですが、順調に進めていくためには法整備が鍵となっています。こういったですね、新たな試みというのは法整備の障壁というものもありますので、 IPO のプロジェクト自体も最低でも半年から数年のスパンで見ていく必要があります。
したがって短期トレード前提ではない方はですね、そこも踏まえた上でですね、このプロジェクトについてお調べいただければと思います。加えてですね、これから参入を考えていらっしゃる方は十分にですね、急下降のリスクというものを踏まえた上でですね、ご判断いただければと思います。最後に4つ目に情報収集について補足していきます。エンクリプトでもこれまでですね、 MM プロについてローンチからフォローをしてきました。このページの再生リストにも MM プロについてのまとめを作りましたので、関心を持った方はぜひこちらもご活用いただければと思います。またチャート分析等もタイミングがあればアップしていければと思います。そして正確な情報を得ていくために、公式の Twitter であったり Telegram などの情報を得たり、日本語で情報を得ていくためには LINE のオープンチャットもあるので概要欄にリンクを載せておきます。運営のマイクさんという方も定期的にいらっしゃって AMA 質問に答えてくれたりもしているので、関心を持った方はこちらもぜひチェックをしてみてください。ちなみにですが、マーケットメイキングプロはテンセットのインフィニティから紹介されたという背景もありますので、テンセットをですね、追うことで今後も有料なプロジェクトを知れるチャンスもあるので、現在第4のジェムのフェイム MMA も出たりですね、関心がある方はこちらもチェックしてみてください。個人的にはですね、マーケットメイキングプロについては今後について期待をしております。 IO での考え屈伸時で早押しに負けてしまったのですが、アスビットのリベンジで少し購入をすることができていました。今後もですね、抽象的なスパンだと思いますが、新しく仮想通貨と株の融合という形で新たな挑戦をしていくと思いますので、動向を引き続きフォローしていきます。以上が今回の動画となりました。また概要欄には取引口座開設のリンクを貼っています。手数料オフなど特典があるのでご活用ください。はい、いかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったという方はグッドボタン、まだチャンネル登録をしていない方はチャンネル登録をお願いします。また取り上げてほしい内容等ありましたらコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。